明日すぐに役に立たない野外災害救急法の話。災害や事故は突然にやってくるものです。山奥や離島、悪天候で起こるハプニングをいかにして切り抜けるのか。決して無関係ではいられない災害や事故に遭った時に、大切な仲間や居合わせた人の命を助けられるかもしれない、そんなラジオをお届けします。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。WMA ジャパンの寺田です。今回はですね、3回シリーズの最終回になると思います。運動性誘発胃腸症候群、ついに言えるようになりました。言えてないから噛んでるの、まあ、ずっとね、メカニズムとか、それって何なのみたいな話とか、ランナーとかに多いよとかね、どういう関係で起きんのみたいな話をここ2回やってきたんですよ。なんですけど、いよいよ今回はそれをどう予防するかみたいなね、具体的なリスクマネジメントみたいなところの対応の話を、まあ、医学的な知見からまた聞いてみようかなというふうに思いまして、今回も引き続き長木さんです。よろしくお願いします。はい、長木です。よろしくお願いします。で、早速なんですけど、そのもうちょっとこうね、待ちきれない犬みたいな感じだったんですけど予防をぜひ、教えてください、ください。まあ、発生基準とかね、そういうことに関しては今まで話してきたんだけど、そうだね、予防って言っても、まあ、あんまりこう、これはその研究とかそういうレベルですごい有効っていうことはないんだけど、まあ、今んとこ、確定的、有効って言われてるのはやっぱりこまめにこう定期的に、炭水化物、糖質を摂取するってことがいいっていうふうにされてます。っていうのは、さっきこうそのメカニズムの話をいろいろしたんだけど、その腸の中にこう栄養がある、炭水化物糖質があるっていうことは、そういう、まあ、栄養摂取しなきゃとかね、栄養が来てるぞとか、腸管頑張んなきゃっていう、そういうシグナルになるんだよね。一番いい刺激になるので、これがその定期的に、そういう刺激が来るっていうことは、腸管も頑張って吸収しなきゃなっていうことで、例えばその血流を少し多く持ってこようとするように体が働いたりとか、動かそうっていうふうに体が働いたりとかします。なので、定期的に、こう糖質を摂取するっていうことがいいっていうふうにされています。なんか前回の話だとあれでしたよね、それをこう消化とか抑制していっちゃうようなプロセスが、体で起きるよっていうことだったけど、まあそれは起きるとしても、いやいや、そんなこと言えんで、働くとこ働きなさいっていうことを、働きかけるみたいな、そういう意味合いですね。そうだね。まあ具体的にこう、なんていうかな、研究レベルで言ってこういいよってされてたのが、その20分ごとに、15g の炭水化物摂取をしたっていう人が、まあそうじゃない人と比べて、こう症状も良くなったりとか、気持ち悪くならなかったりとか、そういったことが報告されています。でもまあやっぱりこう、どのぐらい、これまあ20分おきに 15g って、まあ、そんなに多くないから、これは誰でも取り入れやすいかなと思うんだけど、人によってそのさ、何、どういう炭水化物を取ったらいいかとか、ね、すっげえまずい味取ったらね、1回でも気持ち悪くなるかもしれないし、あとその量もさ、人によってその 15g がいいのか、30g でもいいのか、 90g だと多すぎなのかとかね、そういうのは人によって下がるから、個人によってそのこまめにどのぐらいの量を取れるかっていうことは、こう個人個人でこう見極めていく必要があるっていうふうには言われています。はい。まあ、逆に言うと、まあ、今いいなって言われてるのは、まあ、それぐらいかなっていうところもあって、まあ、あとはね、やめた方がいい方で言うと、NSAIDってわかるかな、鎮痛薬、鎮痛薬系のね、鎮痛薬の、はい、あれはまあ非常に有名なのだし、まあ、市販もされてるからみんなね、痛み止めとしてすげえ取るんだけど、副作用で胃粘膜障害とかね、そういういろんな粘膜障害っていうのが起きるっていうことは、まあ、確定的に言われてて、まあ、これを飲んでると、やっぱり運動誘発胃腸症候群も起きやすいということで、あれですね、NSAIDっていうのはあれ、ロキソニンとか、そう一番有名なロキソニン、イブプロフェンとか、アスピリンとか、ああいう群になりますか。そうだね、まあ、特にこう、まあ、ロキソニンとか、はい、そういう、コックス阻害薬っ
ていうと、まあ難しいかっていうようなね、そういうやつなんだけど、うん、そういうやつだと、粘膜症が起きやすいので繋がってくるということでやめましょうというふうに言われてます、はい。まあ、それなんかイメージを受けますね。あのやっぱり胃腸を荒らすっていう副作用があるよっていうのは有名な話っていうかね、うん、よく聞きますからね、うんそうだね、それがまあ言われていることで、あとは、まあ、これはメカニズムから考えていることで、その研究レベルで言われているとか、まあ、改めてこう実験したりとかしている人はあんまりこう調べる範囲ではなかったんだけど、まあ、運動強度が高いからなるってことを考えたら、まあ、ちょっとそういう症状が出始めたら、ランナーであればペースを落とすとかね、うん、あとはその体温上昇っていうことを考えると、まあ、積極的にそれを抑える努力、はい、その熱くなってきそうだなと思ったら、ちゃんと水かぶって、ね、冷やすとか、そのエイドステーションで休むごとにちゃんとあの体冷やす努力するとか、そういったことはあの必要なんじゃないかなと思っています。これは、まあ、まあどちらかというと実験レベルっていうよりは、まあ、経験的だったりとか、まあ、僕個人の意見だったりとかするけど、まあ、それは大事かなというふうに思います。うん、あでもタイトさんもね100マイラーですからご自身もね、うん、そうだね、だから結構まあいろんなパターンのいろんなさこうケーススタディが自分にもあって、うんうん、でもメカニズムから考えても多分そうだろうなっていう感じがしますよね、うんうん、そうだね。まあ意外とねなんかこう個人的な話して恐縮なんだけど、あの俺はね俺はあんまり胃腸症候群ですげえ困った経験はなくて、うん、どちらかというとそのさっきの屁が電話来るとかあとあ下痢はあるかな、下痢はあると思うけど、もう本当何回も吐いちゃってしょうがないみたいな経験は、今んとこないかなと思います、それでもほらそのさっき変な話で言うとメカニズム起きてるってことでしょ。あそうそう、だからまあ誰しもやっぱ程度の差はあれ起きてるのかなっていう。それはなんかこういう感覚とか、まあ、ある知識みたいのも当然あって、うんうん、まあ、結果うまくコントロールできてるっていうことなんですかね。そうね、まああんまりこう攻めすぎてないからっていうのが、まあ、さっきの話で言うとその運動強度の話とかねいうのもあると思うけど、うん、まあそう無理しないで、しっかり最後までゴールにたどり着くってことを考えてると、まあそれが結果的に予防になってるのかなというふうに思います、うん、でもなんか今の話とかはこうほらトレランとかランニングってこう距離が長かったりするじゃないですか、うん、だからどっかでこう親ってくタイミングが来ると思うよね、うんうんうん、っていう時にこの考え方とかがあるかないかって結構運命を分ける感じもするんですよね。そうだね、まあなんかこうオプションとか、心の拠り所として次どうするかってことを、知ってるとね、まあその気持ち的な部分でもいいかもしれないし、なので、まあ、知ってるといいかなっていうふうには思います。確かに。ちなみにあのなんかこう感覚的なものいいですけど、うん、食べ物とかさ、なんかよくサプリメントってどうにかなとかあるじゃないですか、そういうの。それどうなんですか。あなんか それこそ、サプリメントによって、運動誘発性胃腸症候群を予防できないかみたいなことをすごいいろいろ研究している人がいて、まあ、これは、まあ、その文脈じゃなくても、例えば、すごい具合の悪い、集中治療室に運ばれてくる人とかの栄養とかのことを応用したりとかもしてると思うんだけど、まあ、いろんなことが調べられてます。例えばその、いわゆる、まあ、抗酸化物質のサプリ、そういう、ストレスがかかるということはその、体が、ね、酸化してそういうことが起きてるみたいなことがあって、抗酸化物質のサプリとか、まあ、ビタミンとかさ、そういうのいっぱい取ったらいいんじゃないかとか、あとはその腸管の、粘膜を再生したり保護したりするために、一定のアミノ酸、例えばグルタミンとかね、そういうのを取ったらいいとか、あとこれはあの僕はよく分かんなかったんですけど、その牛の初乳って知ってる？なんかその何牛の初めて聞いたんだ。なんかね調べると結構出てくるんだよね、あのサプリメント調べると、こうなんか牛の初乳はそのなんだこう免疫物質がいっぱい入ってたりとか、そういうのするから体にいいっていう風に言われてたりとかして、そういうようなものをいろいろ使って、運動誘発胃腸症候群が防げないか取っといたらいいんじゃないかみたいな、実験をいろいろやってんだけど、答えは全て無効です。あ、無効。そうそう、今のところそういうので効果があったっていうものは一つもない。そうなんだ、うん、であのよくさあの、まあ、さっきから腸内細菌腸内細菌の話してるけど、はい、腸内細菌が整う と、そういう胃腸の調子が整うからいいんじゃないかみたいなのって、まあ、なんとなくそんな気するじゃん。そうですね、よくそういう広告なんか耳にするし、ね、そうそうそう、うんうん、
だからその胃腸症候群にもいいんじゃないかって言って、うん、いわゆる整腸剤みたいな善玉菌みたいなのをまとめたのを飲んでみる実験とか、まあ、事前にね、事前にもう、うん、それを飲んで、腸を良くする、腸内環境を良くしておくみたいなのとか、うん、あとまあヨーグルトとか、はい、そういうので良くするみたいなのを、いっぱい実験やってる人がいるんだけど、それも無効です。あ、そうなんですか、どころか、むしろそれやった方が悪かったっていう報告もまああるぐらい。意外です。ちょっとこれ感覚的に違うよね、なんかイメージ的にはね、腸を整えとけばどうにかなんだろうみたいな感じがするけど意外とそうでもないと。そうそうそう、だからこの胃腸症候群に関して言うと、その普段からの、腸内環境動向っていうことがあんまり影響するっていうことは今のところ少なくとも、エビデンスレベルでは出ています。なるほどね。そうするとなんか今日のなんか聞いた話のところで言うと、なんか対策としてできそうなのは、うん、なんかこう本番のすごい自分が目指してるさ、レースとかに行く前の準備とかの段階から、うん、その定期的な糖質っていうのが一つテーマであったので、その定期的な糖質を取るっていうのがどれぐらいの量とどういうクオリティがいいのって自分でこう確かめながら調節をしていくっていうこと、うん、そうだね。だからレース中にそういう糖質をこまめに取るっていうことを考えて、どのぐらいの量とか何を取るんだったら自分が気持ちが良くならないのかなっていうのを事前にこう試して、ね、練習しながらってことだよね。すごい大事かなというふうに思います。そうですね、うん、となんかで鎮痛剤飲むんだったら、まあ、そこに関してはエンセイズっていう種類を避けた方が、まあ、この問題に関してだけで言えばいいよねっていうことぐらいでしたね、うん、あとはまあ無理しない、あ、無理しない、まあ、すごい単純なんだけど、まあ、運動強度、そうそう、そういう症状が出るとか出そうだなと思ったら運動強度下げるとか、あとは体が熱くなりすぎないような対策をするとか、その辺も大事かなと思います、うん、まあ、結構なんか原始的のようででも結構重要なヒントのようなものがいっぱいあったなというふうに思うんですけど、うんうん、でもこれなんかわりかし最近の話ですか、こういうこと言い始めたのって。それとも、ま、昔からあったのかな、こういう概念って。概念自体は昔からあったと思うんだけど、そういう実験レベルでいろいろやってたっていうのは、まあ、例えばここ10年とかそういうところでいろいろ進んでって、ただまあ今んとこそのぐらいのことしか分かってなくて、うん、でもただ、まあ、新しいこともいろいろ調べてる人たちもいますね。なんかほらいろんな実験を今してるみたいな話をちょっとさっき言ったじゃないですか、うんうんうん、食の実験みたいな、うんうんうん、当然なんか今後もそういうのがこう進んでいくわけですよね、これから。そうだね。だから、さっきその今んとこサプリメントとかで、いいものは見つかってないっていうような言い方をしたけど、まあ、今こう、うん、注目されてるっていうので言うと、FODMAP 食なんだっけまたね、こう音声コンテンツだと伝わりづらいかなっていうようなところなんだけど、頭文字、そうそうそう、何 FODMAP、ね、はい、A はアンドだけどね、FODMAP 食っていうのがあって、はい、なんだ、 F がファーメンタム、ね、発酵性の発酵したもの、はい、うん、で O がオリゴサッカライド、オリゴ糖、はい、T が、D サッカライド、二糖類、うん、で M が、モノサッカライド、単糖類、うん、で and P、ね、P が、ポリオール、糖アルコールっていうのかな、でもいいかな、うん、で、フォドマップ食ではなくて低フォドマップ食、あ、低フォドマップ食、ね、そうそう、これ今言った、フォドマップをあんまり取らない方がいいんじゃないかっていうのがちょっと今研究で注目を浴びてます。っていうのは、過敏性腸症候群って聞いたことない、聞いたことない、なんだろうな、例えばこうストレスがかかると下痢が出やすいとか、あ、そういう吐き気が出やすいとか、あ、そういう現象としては聞いたことありますね、うんうん、はい、まあその病態というかね、うんうん、で過敏性腸症候群、まあ、IBS っていうね、まあ、疾患概念があるんだけど、まあ、それの症状が結構その運動誘発性胃腸症候群に似てるんだよね。 だからで、IBS、 その、過敏性腸症候群に対しては低フォードマップ食を使うとそういう症状が抑えられるっていうのがすごい言われてて、まあ、それはエビデンスがこう集積してきてるので有効だろうと言われてます。 なので、これをその運動の胃腸障害に応用できないかっていうことを考えられてて、低フォドマップ食っていうのを
取っとくとどうなんだっていうことが最近いっぱい研究され始めているので今後に期待かな。なるほど。まあちょっとこれは何とも言えないので、あのここで喋って一人歩きするのもなんだなと思うけど、まあ今のとこ今後の展望としてはそういうのがあるよっていうのを一個紹介かな。であとはまあそうね、あとはその食べ物とかじゃないんだけど、トレーニングとして、まあ、普段からその糖質を、運動しながら取っとくとその腸管が、まあ、要は鍛えられんじゃねえかという腸管トレーニングのねこうプロトコルとかね、うん、プログラムをね考えてるっていう人たちもいます。でこれは意外とこうポジティブな結果も出てたりとかして、そのなんだろうね、事前の練習で走りながらこう糖質を結構まあそれなりに取るというところで、その何運動中の食事へのこう耐性がついてくるっていうようなトレーニングをしてる人たちがいて、まあこれが今後、これをやるといいよっていうのが出てくると、まあ、トレーニングプログラムとしてみんなやれるようになるんじゃないかなと思って期待してるし、なんだろう、まああんまりみんなやってないんだったら、ちょっとそんなことやる人が出てきても面白いななんて思ってます。うん、確かに、うん、なんかあれですね、この辺がすごく今後研究されていったりして、うんうん、もっとこういう方法がいいぞみたいなもの出てくると、うん、まあ、今回あのほら、トレランのさこうマウント富士100っていうレースの話題からこれが始まってますけど、うんうんうん、そのトレランナーでかつ一番多かったよっていうその傷病に対して、うんうん、すごくいい予防策とかねそういうものが研究されていくと、もっとこうみんなが走りやすくなって、うん、もっと快適にね、うん、レースを楽しめていい世の中になりそうですね、うん、そうだね、まあそうだし、まあきっとみんななると思うから、まあ、それに対する知識が広がって、まあ、あんまりひどくならないとかねそういうのも大事だろうし、あとはまあ自分のことで言うとその救護スタッフ目線で言うとそういう人が出てきた時にどう対応したらいいかみたいなことが、まあ、みんなが分かってると、まあ、ランナーが、まあ、困んないし、アクティビティ楽しめるようになるかなというふうには思うよね、うん、はい、そんなところですね。すごい一個思うのはタイとメディカルワークスってこういうことをこう調べたり考えたり分析したりして、うん、まあ、それをこう人に、まあ、これもそうかもしれないけど教育するためのこう、うん、コンテンツを提供してたりとか、まあ、そういう機会を設けたりすることも、うん、まあ、救護ディレクションの一つのミッションに掲げたりするじゃないですか、うんうんうん、なんかこれはこれですごい専門的で素晴らしいことなと思うんだけど、うん、まあ仕事が増えますねそうな、それこそこの、プログラム、さっきの腸管トレーニングのプログラムとかも、まあ、あんまり調べてる人がいないんだったらこう調べたら面白いんじゃないかなと思ったりもしてて、だから、まあランナーの人で被験者になってもいいよって人がいたらぜひ協力してくれると嬉しいなと思ってます。いいですね。なんかそのうちねその専用のホームページもできるかもなんて話もありましたから、今後皆さんタイとメディカルワークスにぜひご注目くださいあんまり仕事が増えすぎても困ってしまう、はい、ということで3回シリーズで、お届けしました、はい、運動性運動誘発、まあまあ、運動誘発性胃腸症候群、まあまあ、運動したそのエンディランススポーツの時に胃腸症が出るやつですよ。はい、はい、ありがとうございます、はい、ということで綺麗にまとまりましたので今日この辺で、はい、応援したいと思います。本当ありがとうございました、はい、明日すぐに役に立たない野外災害救急法の話。この番組は野外災害救急法の教育団体 WMA ジャパンがお届けしました。それではまた次回。